はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。血病闘病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ちょっと画面がですね、白血病のね、ようなね、その血液のがんとかね、胃がんとか、肺がんのようなね、細胞のがんの治療にはですね、抗がん剤治療を行うことがあるんですけどもね、その際に必ず副作用というのがね、体が襲ってきてですね、さまざまなその症状がね、現れますのは、まあ有名な話なんですけども、その副作用の一番最後にやってくると言われている脱毛でございますけどもね、この髪の毛の脱毛でございますけどもね、まあ、僕もね、ここまでやっと伸びてきてくれましたので、髪の毛でできる楽しみっていうのがね、増えてきてよかったです。で、まあ、退院してからね、1年ぐらい経つぐらいから、インナーカラーっていうのをしたんですけど、この中側にブリーチをして、ね、インナーカラーをしたんですけどね、その、まあ、ブリーチをしたのでダメージがすごくてね、毛先からこう徐々にブチ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 こう切れ毛となっていってしまってですね、まあ、今はこんだけ短いんですけども、短いって言ってもまあ短くはないんですけども、でもまあ今よりもね、そのブリーチをしてなかったら、まあ、今よりもその単純にこう12センチはね、もっとこう長かったなとは思います。で、まあ、免疫抑制剤も飲んでるのもありますのでね、髪の毛にもまあ元気がないのでね、ダメージになる確率っていうのは上がってしまうものもね、まあ、自分なりにこう勉強になりました。ほんでね、今日はですね、そんな髪の毛のお話なんですけどもね、今日はね、以前の動画でですね、コメントでね、巻き髪が可愛いからどうやってやってるのか教えてくださいってね、言ってもらったので、まあ、簡単にできるね、巻き髪の動画っていうのをね、お送りします。あ、今日はね、病気の話じゃないんですよ、すいません。まあ、過去にね、お人形さんをね、巻いた動画をね、3本ほどね、お届けしたことがあるんですけどもね、まあ、皆さんがね、美容師さんじゃない限りですね、お人形さんで練習するタイミングなんてね、ないと思うし、他人さんのね、髪の毛をね、巻くタイミングもね、まあ、めったにないと思うんで、まあ、もっと早くにね、僕の髪の毛で巻き髪どうかっていうのをね、お送りしたかったんですけども、まあ、なんせね、その僕の髪の毛がね、ここまで伸びるのにですよ、まあ、移植してからですけどもね、まあ、2年と10ヶ月ぐらいかかってますんで、もうそこは勘弁してやってください。それでは巻いていきますね。で、まずね、初めにね、巻く前に一番大事なことがあるんですけどね、皆さん何だかわかりますか？まあ、結構ね、みんな、あ、そうそうそうやわ、そうそう、それめっちゃ大事やわってね、おっしゃることがあると思うんですけどもね、それはね、手袋でございます。手袋、これ手袋ね、これはね、日焼け止め防止の手袋なんですけどもね、アイロンの熱ってね、熱いじゃないですか。まあ、やけど防止のためにね、ぜひ皆さんもね、この手袋をね、用意していただ取り行ってください。ただしですね、よくある可愛いナイロンのね、繊維っていうのを含んだ、なんかし柄とか入った可愛い感じの手袋がありますけどもね、あれはね、アイロンの熱で溶けてしまう可能性がありますのでね、おすすめできません。できれば綿とかシルクでのね、その手袋をお使いください。熱に強いやつね。まあ普通にね、ハンカチとかね、こうやってアイロンかけるときにね、まあ、溶けない素材のやつってあるでしょ。ああいう素材の手袋なら問題ありませんのでね。で、もし溶けてしまうとね、手ね、やけどもしますしね、こうナイロンがね、その溶けて髪の毛にこうついて固まったらですね、そこでね、絡まった状態になってしまいますので十分注意してください。まあ、僕はね、邪道と言われるかもしれませんけどもね、病気をする前からね、その美容室でお客様のアイロンをするときにですね、巻くデザインによってはね、このように片手だけ手袋をしてやってました。で、これはね、やけどを未然に防ぐための手段として使っているので、僕が今勤めてる、ね、美容室ではですね、怒られたことはありませんでした。まあね、よその美容室ではですね、こうプロやったら手袋なんか使うなとかね、シャンプーでなんでお前ゴム手袋すんねんってね、こう上司から言われるかもしれませんのでね、もしね、美容室さんがご覧に入れられてましたらですね、そこは職場のルールに従ってください。まあ、そのアイロン巻いといてってこうね、アシスタントさんにですよ、お客様をポンって投げ捨ててね、その最中にね、アシスタントさんがこう火傷してしまったらですね、そんなもんお前が下手やからやないかいと、もっと練習せえやってね、言ってくる、その体のことをね、考えてくれてない上司っていうのはね、僕はね、クソやと思ってるんでね、まあ、慣れてきてもですね、火傷してしまったらですよ、次の仕事に影響してしまいますからね。はい、ではね、過去の愚痴はまあそれぐらいにしておいてね、巻いていきましょう。まあ、以前の動画でね、僕が巻いてたデザインをね、していきます。
アイロンの温度っていうのも大事なんですけどね、アイロンの温度はね、まあ、何度でも構いません。温度が低かったら形がつきにくくなりますし、温度が高かったりすると形がすぐつきますけども、ハイダメージの元になってしまいますのでね、まあ、そこはねご自身の髪の毛に合った温度を探しましょう。で、温度の調節がねできるアイロンであればですね、まずはそのちょうど真ん中ぐらいの温度設定で始めましょう。で、そしてねよくね手ぐしでねこう整えていって毛並みを整えてください。髪の毛をこう解いてね、手ぐしで解くんですよ、こうやって。これぐらいできるでしょ、簡単でしょ。整えてするとですね、整えながら毛先にこうね、髪の毛を集めてきて、毛先15センチぐらいからアイロンが地面と平行になるように髪を挟んでアイロンを滑らせて毛先まで内巻きにします。で、この時にアイロン毛先を、ね、アイロンからスッて抜かずにね、こうスルンって抜かずにね、挟んだまま、スッと抜かずに毛先を1回転から1回転半巻き込みましょう。で、そのまま、3秒ぐらい5秒ぐらい経ってハサミ具合を緩めながらスーッと真下にアイロンを下ろします。抜きましょう。そうすると、まあ、今日の服がミスったな、これ黒やしな、ほんで、でこういう形になるんですよ。わかりますよね。綺麗にこういうワンカールができます。で、そして巻いた髪の毛をもう一度ね手ぐしで整えながら顔が向いてる方向、まあ、前方へね引っ張りながら整えましょう。今のはね真下にやってたんですけど、今度はねまあ前前方方向に鼻が向いてる方に引っ張りながら整えましょう。そうすればね、まあこのような状態になると思います。このような状態になると思いますので、そして今度は、アイロンを毛先また危ない15センチぐらいのところに縦に挟みます。こうね、挟みますよ。縦に挟んで、この時にね、この方向間違えないでくださいね。縦に挟みますけども、このね、15センチぐらい来たと、こういうふうにすれば、自分の目でね、この髪の毛が見えるはずです。で、そして挟みます。そして挟んだら顔に近いから注意してくださいね。先ほどと同じように毛先までアイロンをスーッと滑らしてそのまま1回転か1回転半顔ギリギリ怖ってなるぐらいまで内巻きにします。で、そのまま 1,2,3 秒ぐらいしてアイロンの挟み具合を緩めながら、この親指で緩めながらスーッと下に下ろします。そしてそうするとですね、まあ、こんな感じになるんですけどもね、そうして手ぐしで整えれば前回のような巻き髪スタイルの完成でございます。完全になんかないかな、なんか分かりやすく、ほらこういう形になります。ノートを急遽出してきましたけど、こういう形になりますね。縦に巻くのと毛先は、内に巻いてるんですけども、ちょっとね平巻きにしてるんで、こういう風にカールがすごく強く出ておりますっていうような感じでやっていきます。で、手ぐしでこう整えて自分の好きな形に持っていけば完成です。で、これをね外巻きでやりますとですね、一回やってみますね。こっちの髪の毛でやりますね。こうなりますので、こうなりますね。全然違いますね。これ内巻き。
これ外巻きこうなります、こうなりますので、ぜひね、あの皆さん参考にしてみてくださいね。そして、まあ、くれぐれもね、やけどに注意してくださいね。ポイントとしましては、巻いたら手ぐしで整えて自分の好みの形に持っていってください。そして巻きがまだ垂れないなと思ったら、その部分を例えばこう取ってですね、あのこの辺がなんかもっと欲しいなと思ったら、これを巻き直してもらったら全然問題ないですので、でこのようにしてまたこうしてね、ヘアデザインを楽しむのもね、でまあこうすればね、しっかりここ、さっきここにね、さっきこの毛巻いたんで、ここにカールがつくようになりましたんでね。はい。で、まあ、このようにですね、ヘアデザインを楽しむのもね、我々病気した人間のね、こうストレス解消にもなると思いますのでね、みんなもね、頑張っていきましょう。そんな感じで、今日は以上です。今日も最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。